花咲、け、偉大な国土よ作品114は、セルゲイ・プロコフィエフが1947年に作曲したカンタータ。ソビート連邦の作曲家は、当局の要請を満足するような音楽を作曲することを求められていた。プロコフィエフも、例外ではなく、意欲を持った仕事とは言いがたいながらも、当局の意向に沿った作品を何曲か書いている。 1917年の10月革命から30周年に当たる1947年には祝典史曲30年と本作が発表された。テクストはエブゲーニードルマドフスキーによるものでソ連、ソビエト連邦共産党そしてその設立者を賛美する内容となっている。曲は演奏者約500人を要求する10年前の10月革命20周年。 記念のためのカンタータのような記念碑的な規模ではなく、演奏時間10分に満たない、控えめな内容となっている。しかし、プロコフィエフはここでも自らのスタイルを曲げることなく当局の期待に応えており、本心はどうあれ、愛国者であると表明することに成功していると言える。ピッコロ、フルート1、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、 フォルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、打楽器、ハープ、ピアノ、言語部、合唱演奏時間は約10分。トランペットによる行進曲によって幕を開ける。その後は合唱を主体として進み、還元楽の役割は伴奏をしながら時折接続的な楽曲を奏するにとどまる。最後は行進曲が再現されて曲を終える。 ありがとうございます。